準備はできたか？ああ、ありがとうみんな。それじゃあコンソールに。少しだけ待ってくれアスナ。その前に俺にはすべきことがあるんだ。すべきこと？リアルワールドに帰る前にメディナとご先祖様を一緒に眠らせてあげたいんだ。ご先祖様。이부분이もしかしてそれメイン、아니이부분이트루엔딩같은데요。オルティナノスケの宝石だよ。여기서부터달라지네。思ったけどこの一つだけが残っていたんだ。そうだったの。俺は結局メディナを救えなかった。だからせめてリコリスの花畑のそばにこの剣と宝石を一緒に埋めて弔ってあげたいんだ。ありがとう、私を解放してくれて。その声メディナ、メディナなのか？いいえ、私は。이것도그오르티나그보석이뭔가키아이템같은데。宝石に残った残留思念なのか。すまないメディナ、あなたの大切な子孫を俺は守れなかった。友達だったのに。俺はもう自分を責めないで。あなたは私たちのために戦ってくれた。あなたにお願いがあるの。どうか。え、9월27日날 PV 공개한다네요。私たちの意志を継ぐ者。でも、メディナは死んでしまった。もう助けられない。彼女の肉体は死したかもしれない。でも、彼女の思いはその剣に残っている。え、수검학원복장때문에요。魂も。魂が。ええ。そして、器ならばあるわ。どうかお願い。私たちの願いを叶えて。白き牢獄に眠る、私を見つけて。하얀가뭐키리토くん키리토くん아스노どうしたの？ずっとその宝石を見つめていたわよ。얼마진엔딩은보스전이하나더있나？고센조사마코이가まさか。それってアローダの首飾りに残った残留思念みたいなこと？確かアドミニストレーターは実験に失敗するたび、オルティナノスケの人々を宝石に変えたと言っていた。この宝石には、魂が入っているんだろう。もしかして、この中にあるフラクトライトに残った思念かもしれない。いや、この宝石に残るのは、戦力補充モジュール。そして、そのモジュールに結びついた、ある記憶情報だけじゃ。それじゃあこの宝石の中にフラクトライトはないのか？あの女が宝石をリソースとして作った剣を見た時、わしはフラクトライトの反応を感じた。そこには確かに計4つのフラクトライトが含まれておったが、この個体には全く魂の反応がない。4つ。でもアドミニストレーターがあの時剣に変えたのは5つの宝石だ。つまり宝石に変えられた5人のうち一人だけ。ちなみにそのある記憶情報とは？戦力補充モジュールを稼働させるのに必要なオルティナノスケとしての記憶、そして一族に対する思いじゃ。フラクトライトではなくオルティナノスケへの思いが。そして
器ならばあるわ. 대충 대화를 보면은 조건이 대충 뭔가 어렴풋이 예상이 되긴 하는데 메디나가 残っているかもしれないんだ. しかしフラクトライトの反応は消失していた.それに お主は彼女の死を見たのじゃろ? 메디나 관련 서브 퀘스트인가? 설마? でもメディナのご先祖様はまだメディナの魂は死んでいないと言ったんだ. 아니면은 그러니까 서브 퀘스트를 하면서 NPC들이 뭔가 호의를 베풀어주는 그런 것들 게이지를 다 채워가지고. 난토, 스마네. 메디나의 프락토라이트가 消失したと言ったが, それは誤りじゃった. 正確にはほとんど崩壊してしまい, 全ての記憶を失ったフラクトライトの反応を察知できなかったのじゃ. 뭔가 서브 퀘스트 전부 클리어 뭐 이런 식으로 하면은 또 보는 사람이 있으니까 서브 퀘스트를 클리어 한 다음에 뭔가 또 마을 주민들 호감도를 올릴 수 있는 요소들을 넣어가지고 그거 다 올린 사람이 보는 거 아닐까요? 唯一このフラクトライトを完全なる消失からつなぎ止めているのはある真意じゃ. ある真意? キリト, お主なら理解できるのではないか? お主は彼女との記憶で剣と絆を結び 武装完全支配術を行使したのじゃから. ああ、メディナはあんなところで死ぬやつじゃない。 本当は生きて成し遂げたいことが山ほどあったはずなんだ。 やれやれ、 お主はやはり鈍感な若造じゃな。 え? まあ良い。完全に間違ってはいない。 마치 작가가 어떻게든 끝내려고. フラクトライトがあったとしてももはやその器はない。彼女の肉体は完全に死してしまった。 この現状では 무리한 전개를 통해 가지고 어떻게든 작품의 종지부를 내려고 하는 그런 느낌이요. 이야,器ならある. 예, 서버 퀘스트가 상당히 많아요. あの女らしいやり方じゃ。あの女は。 그리고 그런 서브 퀘스트 대부분이 어떻게 클리어해야 되는가 목적지 같은 것도 안 가르쳐 주는 서브 퀘스트들이 많고. あの女が予備として状態の良いモジュールの器を保存しようとしたとすれば。そうだ。5代目当主の器はほとんど完璧に近かった。アドミニストレーターはそう言っていた。もし何らかの原因で オルティナノスケが断絶することがあった時のためにアドミニストレーターは何をすると思う。残酷だけど考えられること。 단순히 게임을 못하고 잘하고가 아니라 그건 뭐 제작자 입장에서 보면은 게임에 그만큼 시간을 들였다 뭐 그렇게 볼 수 있으니까 실력은 상관없다고 말을 할 수 있겠네요. 肉体はいくら凍結しようが死ぬ。つまり5代目当主殿のモジュールだけは 肉体と魂を別にして宝石にされたというわけですか? うむ、その解釈だと納得がいく。あの宝石だけは他のものと違い魂が含まれていなかった。故に他の宝石と姿が違っていたのですね。しかしなんとむごい。でもそれがメディナを救う鍵になるかもしれないんだ。キリト君、それって まさかご先祖様の魂と体にメディナさんのフラクトライトを上書きするの? 器があるということはそれ以外にないじゃろ。崩壊したフラクトライトをもう一度蘇らせるには状態のいいフラクトライトと体が必要じゃ。いわばコピー、魂の複製という行為になるが。 그냥 길 가다가 갑자기 막 석상들이 늘어서 있는데 어떤 한 석상만 다른 방향으로 놓여져 있는 거 선택하면은 갑자기 서브 퀘스트가 시작되고. 그 넓은 맵에서 그 석상이 바라보는 방향에 뭔가 이상한 점을 찾아가지고 해결을 해야 되는 퀘스트가 있다거나.
메디나의 플락트라이트와 게임 내 날씨가 뭐 비오는 날에만 비오는 날이라든가 뭐 심야라든가 뭐 그런 식으로 특정한 조건에 맞춰가지고 클리어를 진행할 수 있는 퀘스트라든가 아와레나 리세리스という 소녀와 아노 기식이で 全てを 奪われた. 자가 메디나의 선조가 시선을 이카스타메 미즈카라노 카라다오 사사게르코토오 노조무노 나라바 하나시와 치갓테쿠루. 아, 고선조사마노 이시키와. 그러니까 보통 좀 뭐 서버 퀘스트 시간 늘리는 식으로 만들어 놓은 그런 경우라면 뭐 몇 개를 채집해와라, 뭐 무슨 몬스터를 몇 마리 잡아와라, 뭐 이런 것들도 있는데 이건 게임이 너무 맵이 넓어졌으면서 그 맵에 어디에 뭔가 채집 대상이라든가 토벌 대상이 있는가 그런 것들을 잘 안 가르쳐줘요. 시로키 로우크다도 그래서 안타도 유지오가 여기 連行されてきた時に 閉じ込められた 場所のこと? いや違う、そこじゃない。 アドミニストレーターが 労力を使わず迎える実験場。 さっきハーシリアンが言っていた場所。 最上階からつながる人繰り域に 白き牢獄はあるはずだ。 前に大図書室で見せてもらった絵本。 あの中に何か書いていないか? 絵本じゃと? もしや、 あの女が残した絵しか書いていない本のことか? そんな本があったの? ああ、今から思えばあれはオルティナノスケに関する伝承を隠したものだったんだ。宝石に自分の血を注ぎ扉を開く人々の絵。ちょっとそれってまるで。そうだ、あれはアドミニストレーターの計画を予言するものだった。正確には国の。 마을 주민들이 뭐 대사라든가 뭐 그런 거 힌트를 얻어가지고 하는 그런 거라면 또 모르겠는데 몇몇 서버 퀘스트들은 그런 힌트를 기대하기도 힘드니까 서버 퀘스트 전부 클리어만을 조건으로 내걸어도 상당히 힘든 충분해요. 아리가토, 카디널에. 2초 만에. 고려? 그냥 화면 전화되니까 찾아와. 큰 보석의 마을에 지혈을 쏟은 사람들. 데모 보석의 그게라みたいな 뭔가 화진이 描かれています. 언니짱. 혹시 これ? 다음 페이지에 모든 보석이 集合体となり 扉が 開く. 다가 その宝石だけはその集合体の中にいない。宝石は 그리고 저는 지금 서브 퀘스트 하다가 몇 개가 좀 뭔가 이상하게 막혀 버려 가지고 やっぱりこの剣だ。絵の通り 서브 퀘스트가 진행이 안 되는 것도 좀 있어요. 解析してみよう。 どうだ? これは一区領域。 つまり 隠しストレージへの入り口じゃ。 そしてその先のデータが圧縮された上で パスコードがかけられておる。 パスコード? それがわからなければ入れないんじゃ。 その通り。 いや、方法はあるさ。 あんた、 지역마다 뭐 서브 퀘스트 다 클리어하면은 보상이 있다는데。 パスコード 解析 프로그램을 組み上げれば不可能じゃないはずだ。 이くら 현실에 君が 프로그램 그 꼬여버린 퀘스트 진행을 못하면은 결국 보상 못 얻는 거 아닌가? 거기는 아른다. 프로그래밍에 適した 리얼 월드의 진기가네. 키리토쿠. 사스가 오니이짱. 데 이타이 토코로다케도. 에. 야르코토가 하킹나 다케니. そう言いたくない気持ちもわかるわ。でもさすがキリトさんです。さすキリ。塚にはまった宝石のオブジェクトIDはもうわかっている。ならばそこにかけられたパスコードを解除し圧縮されたストレージを解凍すればいい。先ほどから黙って聞いてはいたが、お前たちは。ジュソルボット。何を言う? 내가 하고 싶은 말이었어.
秘匿領域への潜入方法を探していることは理解しましたが、パスコード解析とやらは一体。왜너희들만아는소리를하는거냐고説明してちょうだい。悪い。詳しいことは後で説明する。ともかくこの機会で、俺はメディナのご先祖様が閉じ込められた部屋への扉を開くんだ。だから、それは一体どうやって行うのだ。まあまあ、見とけよエルドリエ。少年はいざという時信頼できる。にしても、リアルワールドってとこの知識は難しいことだな。네그렇죠얘네들은영어로말하면못알아들으니까마미테오크도시마쇼요특별히의역을해줘야돼요도미카도비라히라이테미세와갔다5분もかかってないってどういうこと みんなパスコードはこまめに変えた方がいいぜ설마여기서도패스코드가패스코드야등아마사카これまでにそのプログラム使ってないよね들어보니까앨리스가다크니스목소리듯이파나티오목소리는촘스키입니다よかったほっとしたねリーバちゃんそんなに安心されると複雑な気分だまあ心配にもなるわよねお主大したものじゃのわしですらそのような修行は行えんばいいやカーディナルだって案外できるかもしれないぜよしそれじゃあ入力するとしようかとはいえ入力版がないなこの世界ではいいかよパスワードがパスワード命令を行う그럼아마그런걸로설정해놓은거아니야解除術式の後に口に出すほかはない。うん、わかった。このパスコードって文字を申請語として続けて読んでもいいのか。うむ、意味が通っているものならばな。しかし意味のわからぬ言葉の羅列にせぬとは、あの女の性格らしいな。ま、自分が忘却した時に思い出しやすいものがいいとも思う。자기가잊어버렸을때기억해내기쉬운거リリースコード、クランテスターファイナルディシジョン。この申請語は、一体何を意味しているのです?패스워드는아니었네?結束、テスターは実験台。そして、最後の選択だ。갑자기칼소리가들리는게싸우는건아닐테고아래요이사람이메디나도노의고센조사마아きっとそうだ요갓다やっと見つけてくれた早くあの子をまた声がおそらくは、その宝石に残る記憶が、彼女のフラクトライトに反応しておるのじゃろう。やはりこの体は、紛れもなく五代目当主のものじゃ。メディナさんによく似ているわね。ああ。迷っておるのか。이때를위해서メディナ하고비슷하게모델링을해놓은건가いくらご先祖様がそれを望んだからといって、この人だって、アドミニストレーターの実験台になって、自分の人生を奪われてしまった一人なんだ。ですが、お前は彼女の声を聞き、メディナ殿を助ける使命を受けたのでしょう。ああ、やっぱり、俺は。そうだね。ご先祖様の思いに応えることができるのも、キリト君だけだよ。お前は私に、自分の意志で決断することの大切さを教えてくれた。このお方の意志がもう決まっている以上、お前も、自分の意志で決めればいい。キリトは何を望みますか?アスナ。アリス、俺はメディナを助けたい。メディナ。어둠이가이런피피처를그린건아닐테고。もう思いは決まっているではないですか。ああ。あとはどうやってこの体に、メディナの剣に残ったフラクトライトを上書きするかだ。
言っておくが、そう甘くはないぞ。カーディナル、これは単なる魂の複製作業ではない。崩壊寸前のフラクトライトを新たなフラクトライトに上書きし、人体に接続することはどんな手段をもってしても不可能じゃ。이게임의오리지널캐릭터예요。何か策があるんだろう。うむ、メディナの壊れかけた魂を先祖の体に接続するには、お主とメディナの記憶によるつながりを得た剣を媒介にした接続作業、それが必要となるじゃろう。剣を媒介に。まずは古代ソードアートオンライン。ゲームはアニメーションと다르게각게임마다오리지널캐릭터가등장을하는데。そしてその剣で先祖の体を貫き接続を行う。その上でメディナの自己意識を。이번리코리스에새로추가된캐릭터는메디나라는이름의빨간머리캐릭터죠。ただそこには大きな危険がある。そうだろう。確かにその工程で体とメディナのフラクトライトとの接続は可能になるだろう。だが接続した途端にメディナとご先祖様二人の魂が同じ体に共存することになるんだ。それに耐えきれずフラクトライトが崩壊してしまうこともあり得るよな。もちろんお前の懸念はもっともじゃ。じゃがメディナの肉体が生きておらず、記憶すらほとんどない剣という媒体に姿を変えている以上、他の接続方法はない。その上この方法すらも確実ではない。何せ蘇る魂がメディナか、それとも五代目当主かもわからぬのじゃからな。ああ、それに状態がいいのはご先祖様のフラクトライトの方だ。うむ、ゆえにその事象を上書きするために必要なのは真意の力じゃ。真意の力？メディナの意識を回復し、壊れかけの魂を修復して、この五代目と一緒に移すためには、アニメーションとは많이다르죠。첫번째ソードアートオンライン부터。宝石に残る五代目当主とオルティナノスケ先祖代々の思いが重なることが必要じゃ。キリトの意識を回復した時と同じ、必要なのは思いの強さということですか。そしていかに思いが強かろうと、魂がほぼ崩壊している以上、復活の可能性は低い。また長らく放置された五代目当主の魂が蘇るとも限らん。失敗すればここに残されるのは娘の死体のみかもしれん。どうする？それでもお主はこの娘を剣で貫き、メディナの魂を注ぎ入れることを選ぶか。칼로찔러야돼。俺はメディナとこれまで築いた絆と、メディナのことを思うご先祖様の気持ちを信じたい。さっき語りかけてきた優しい声、あの人は心からメディナを助けたいと願っていた。俺はメディナとオルティナノスケの真意の担い手だ。その役目を果たす。うむ、それでは宝石と剣をわしの前に出せ。ああ、行くぞ。ありがとうカーディナル。健闘を祈るぞキリト。どうかメディナ殿を助けてあげてください。私はメディナが지금칼이된상태거든요。それに彼女とは지금キリトが들고있는검。いろいろとあるのです。キリト君なら大丈夫。最後までメディナさんと戦ったんだもの。私キリトさんのこと信じてます。あんたならやっちゃいそうな気がするわ。どんなことも乗り越えてきたもんね。お兄ちゃん頑張って。絶対大丈夫だから。あんたって大体最後には美味しいところ持ってくでしょ。きっとうまくいくわ。キリト。シノに자꾸メタバロンを하고있어。大切な友達だ。君は僕のことをずっと引っ張ってきてくれた。メディナの手をもう一度取ることだってできるよ。みんなありがとう。さあ早く彼女の魂を私の中に。あなたの思い確かに受け取ったよ。どうか見守っていてくれ。
제일 예쁜 유지오. 메디나, 君は 強い 思いで 俺を 사실상 엘리시제이션 편의 히로인. でも 思いなら 負けないぜ. 俺たちは もう一度 君に 会いたい. 記憶の中だけじゃなく この世界で再び咲いてくれ. 永久に 燃え続ける リコリスの花のように。 이러면은 이거 다음에 스토리가 진행되면은 서광의 검 저 검 사라지는 건가? 저 형 紛れもなくメディナ殿です。うむ。じゃがまだ確証はない。どういうことだ。姿。악마성 드라큘라 피의 은혜 오프닝에서 드라큘라 부활을 위해 제물을 바치는 것처럼。幻影かもしれん。幻影。つまりは五代目当主殿の魂が蘇った可能性もある。そういうことですか。うむ。あの崩壊の死。 주변에도 리코리스들이 피어 있네. ドライトが息を吹き返すことは難しいからな。すまぬ。 厳しいことは言いたくないが可能性について話しておく必要があったのじゃ。分かってるよカーディナル。ともかく目覚めてもらわなければわからないな。キリトさん。メディナ。メディナ。よかった。意識が戻ったんだ。あなた誰？あなた。ここはどこ？私は一体。俺のこと。 오버이드 여자 하워던. 프락 드라이트와 기억 領域まで 激しい 파손 상태. 육장에서 멀쩡해져요. 역시 기억의 회복은 불가능되었다가. 설마 나오서라 요미가에ったのが 메디나なのか 고先祖様なのか 分からない. でも どちらだったとしても 俺は また 大切な 友達として 思い出を 作っていくだけだ. おい 3秒以内にその手を離せ。貴様、会ったばかりの人間に馴れ馴れしく触るなどどういうつもりだ。3、2、あ、あ、間違いない。メディナよ。メディナが戻ってきたわ。おい、一体なんだ。そうですね。この工場はメディナ殿以外にありえません。よかった、メディナさん。 다시 처음부터야? 설마? 진짜? 俺たちは一体誰なんだ? メディナとは私のことか? それ以前に私はなぜここに? 처음 만났을 때 그 태도인데? 怖かった. キリトさんの剣が入っていくとき 私 ドキドキして 心臓が 止まるかと. メディナさん! 無事でよかったよ. メディナ! 大丈夫? 痛いところはない? どこも痛くなんかない。なぜそんなことを聞く? だってさっきからずっと。 なんで涙が? わからない。でも お前たちと話していると胸が苦しくてどうしてか懐かしくてたまらなくて。あ、あの、私が飼ってる猫の名前わかります？前にお話ししたんですけど。わからない。前たちのことなんて知らない。知らないはずなのに。 どうして 涙が 止まらないんだ? 고양이 이름이 뭐였지? 히나였나? 本当に メディナみたいね. そうだね. 記憶はなくても 確かに ここにいるのは メディナだ. キリト、ほら あなたも何か言いなさい. 当事者のくせにさっきから 一言も話していないではないですか? そうだよ、キリト君。
り。メディナ。볼 집어든 건 줄 알았는데 풀이었어. 아마 이 게임에서는 드래곤 피난은 안 보이던데. 마스와 그녀가 메디나 오르디나노스という 1人의 剣士だったこと. そして俺たちが 掛け替えのない 友達だったこと. それから彼女は激しい戦いの末. 대신에 그 액세서리로 달고 있을 거예요. 犠牲にして生きたいでしまい. 드래곤 피나 모습에 全ての 기억을 失ってしまった. 아크릴 스탠드 비스무리한 것처럼. というわけだ。よくわからん。ムカつく。だが嘘をついていないことはわかる。お前たちといるとどうしてかほっとするから、ずっと長い間私は暗闇の中にいた。目を開けても何も見えなかった。なのに一筋だけ光が差し込んだ。 その温かい光は暗闇の中の私を優しく包んでくれた。お前はその時に見た光に。 그나마 아스나만 자세가 좀 다르네요. だから懐かしいのかもしれないな。嬉しいわ。 아, 뒤에 生きて戻ってきてくれて。 리즈벳도 다르구나. なんとなく心が伝えてくれる。お前はムカつくやつだ。相変わらずだな、メディナは。エリシゼーションは 뭔가 이세계의 전생물 같은 느낌이죠. 理由を知るためにもう少し詳しく話してくれ。ごめん、もっとここにいたいのは山々なんだけど、俺たちにはもう時間がなくてさ。 寂しいけど、キリトは自分のいた世界にもう帰らなくちゃいけないんだよね。それでは私の記憶について確認しようがないではないか。悪いな。でも少しの間だ。すぐに戻ってくるよ。大丈夫。それまでは僕たちが君にいろんな話を。 이 진엔딩이 정사라고 했으니까. 이후에 스토리를 진행한다고 치면은 DLC로 다시 메디나 1일부터구나. はい、ありがとうございます。ですがキリト、メディなどのとお前しか知らないようなことは必ずお前が戻ってきてから伝えるのですよ。外の世界とこの世界では時間の流れが違います。できる限り早急に事を終わらせてください。 いいですね。分かってるって。その言い方じゃまるで俺がダラダラして帰ってこないみたいじゃないか。その可能性は大いにあります。お前を心配している女性が何人もいるでしょうから、挨拶回りがさぞかし大変でしょう。確かにみんなに無事を報告する必要はあるけど、なんで女性限定なんだよ。自分の胸に手を当てて 考えてみれば、いかがでしょうか。이 정도로 앨리스가 놀라면 안 되는데. 게임 내 오리지널 캐릭터들도 그렇고 아직 키리토의 여자들 반절밖에 못 봤는데도 벌써 앨리스가 이런 심술을 부리고 있다면은. 나머지 멤버들 다 등장하면은 어떻게 되는 거야? 言いかけた言葉? キリト、何か心当たりは？言いたい言葉？キリト君、何か心当たりは？もうそういうところですよ、キリトさん。ゲーム초반에
키리토를 구하러 리얼로드 쪽에서 들어온 동료들이 다 여자라는 거에 앨리스가 민감하게 반응하는 부분도 있어요. 내가 悪いのか? 本当に本当にムカつく! なんでみんなが分かって私が全く分からないんだ? だからいつかお前に必ず伝えてみせる。 私がその言葉を見つける。それまではみんなに聞こう。あとすぐに戻ってこなかったら許さないぞ、キリト。ああ、分かってる。すぐにまた会おうぜ、メディナ。戻ってきたら絶対に伝えてくれよな。 今日初めて出会ったはずなのに! やっぱり...ムカつく! 연차를 못 써가지고 클라이는 접속을 못했어. 그럼 名残惜しいけど 行くか? 全く... 気をつけて 行ってくるのですよ. お前は本当に危なっかしくて 心配極まりませんが。 大丈夫だぜ アリス。 絶対に戻ってくるから。 その言葉 信じていますよ。 そして再び会える時を楽しみにしています。 DLC 캐릭터로 내려는 것 같아요. DLC 시나리오라든가. 今度こそ 응? 今度こそ お前を立ち合いで打ちのめします。 なので首を洗って待っていなさい。 最後にそんな不安を感じることを言われても。 ともかく 早く帰ってきなさい。 いいですね。 ああ、またな。 俺、アリスに会えてよかったよ。 하필 全くお前は 다들 한 칼질 하는 여자들이라서. 外部と 연락을 取ろう。 必ず救ってみせる。 アリス、 ユージオ。 そしてこの世界で生きる多くの命。 언제 어디서 나이스 보트가 벌어지게 될지도 몰라요. 키리토! 유지오? 이제부터 메인 히로인 타임입니다. 待ってるからね! 인계의 메인 히로인은 앨리스가 아니라 유지오라고? 今度は 6년간も 待たせたりしない。 약속するよ。 그래, 헤어질 때 하라고. 페이탈 분리. お疲れ様。 この間はスコードロンでの攻略抜けちゃってごめんね。 特に用事なかったんだけどさ。 이거 사쿠라 아야네 목소리 아니에요? 그러고 보니까. なんか私違う服着て赤い髪の女の子と一緒に異世界を冒険してたんだ。 え? 君も? 同じ夢見たの? へえ、不思議だね。異世界転生みたいな感じだった。 それで、 その女の子が死んじゃうんだけどさ、強い光が包んで最後は助かったんだ。赤の他人なのに変だよね。 아니요, 이게 메디나가 인계의 전략이 부족해지면은 다른 이런 이제 리얼 워드 쪽에 있는 유저들의 데이터를 가지고 이쪽에다가 NPC 비스무리한 것을 소환하는 なんか忘れちゃった? 그런 기능이 있는 캐릭터거든요. 그로켄데 오이시 프린 売ってる とこ あるからさ 今度 行ってみようよ! 全てが 終わった後に 聞いた話だが その日 ALO や GGO といった ザ シード で 構築 그런 식으로 이제 VR 게임 즐기는 플레이어들의 不思議な 映像 幻覚を 見たという 報告が いくつも 영향을 주는 거죠. 현실 쪽에 게임 쪽에 이제 그 캐릭터들을 소환하면서
なぜか見覚えのある服装をした人たちと自分が楽しそうに生活しているシーンだったという。その映像を見た人のほとんどが、わけもわからず涙したという。君の名を心に刻もう。メディナ、メディナ、オルティナノス、世界が君を、決して忘れない。